はいどうもミスターホワイトです。ワールドシリーズドジャース対ヤンキース、ホームに帰ってもヤンキース勝てず、ドジャースが3連勝を飾っています。まあビューラーも良かった、非常に良かった。あのファストボールもナックルカーブも全てコントロールができていて、あれはさすがに太刀打ちできませんよね。これはもう来年もぜひドジャースには契約してほしい、そんなピッチング内容だったのではないでしょうか。それでもヤンキースはさすがにここまでドジャースに追い込まれるのは情けない、その一言につきます。最後あのベルドゥーゴがホームランを放ちましたが、さすがにもう時遅しかなと。やっぱりアーロンジャッジから快音が響かない、そこが大きな敗因かなと思います。もちろんここから4連勝というシナリオも可能性としてはあるかもしれませんが、まあ 95% ドジャースの優勝で決まりだと思います。さて第4戦目の先発を見ていきましょう。4試合目のドジャースはリリーフ系と、ヤンキースは今年ア・リーグ新人王候補のルイス・ヒルとなります。と、今回も先発比較、相手打線との相性分析をしていきたいところですが、申し訳ないです。相手打線との相性分析は米野球サイトベースボールサバントから抽出された類似投手と本人の計10人とそれぞれの相手打線との過去3年間の打率成績から分析していくのですが、リリーフはデータが少なすぎて類似投手が抽出できない。またちょっと今動画作成している段階ではドジャースの先発も発表されていないということで、最後はドジャースのリリーフの成績を軽くおさらいして、ヤンキースの先発ルイス・ヒルの基本プロフィール、球種、決め球、そしてドジャース打線との相性を分析していきたいと思います。ちなみに相性分析について、こちらが今日の第3試合目のビューラーとシュミットのものとなりますが、まあビューラーはもともとヤンキース打線に対して相性はいい、ジャッジが調子悪いのでかなりいい感じに試合運びができるということでしたが、まあそんな予想も超えるビューラーの内容の良さでした。一方シュミットはまあ類似投手10人との3年間の打撃成績で OPS1423 打っているベッツ、打率が3割2分打っているフリーマンが結果を出した人、一応分析データと結果はかすりぐらいはしていますかね。シュミットは4四球で自滅 2.2 回しか投げてないということもありますが、活躍を期待していたマンシー、スミス、そして大谷翔平には快音が響かなかったという感じになります。まあこの相性分析、予想が 100% 正確当たるとは思っていませんが、それでも一つの指標として見ておくと、まあ、試合観戦も楽しくなると思い、今日もやっていこうかなと思います。ですのでまだまだ楽しいワールドシリーズを見たいという方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。まずはドジャースリリーフ陣とヒルのポストシーズンの成績を見てみましょう。ドジャースはフラーティ、山本、ビューラーの3人を抜いた数字ですので、まあ、それこそハニーウェルやナックの数字も入っています。69.1 イニング投げて防御率が 3.31、 ウィップが 1.3、9奪三振率が 9.2。 ヒルはヤンキースが ALDS、ALCS ともに1敗しかしていないということもあり、まあ、1試合の登板で4イニング投げて防御率が 4.50 のウィップが 1.50、 奪三振率が 6.8 という結果、まあ、これは特にアップルトゥアップルの比較ではないので軽くへーという感じで流しておいてください。それではドジャースの主要リリーフのポストシーズンから見ていきましょう。まあ、これら8人がメインになるのかな。グラテロール、ブレイジア、バンダ、ハドソン、ベシア、フィリップス、コペック、トレイネン。グラテロールはワールドシリーズからの復帰であまり期待はしないようにはしていましたが、安定感抜群の投球を見せていて、まあ、彼のこうギリギリの復帰は、ドジャースにとってはかなりプラスに働いている現状と。この中で第3試合目で投げているのがグラテロール、ベシア、ハドソン、バンダ、ブレイジア、コペックとなりますが、まあ、前日登板したからといって投げないというわけではなく、状況に応じてこれらの選手もしっかり起用されると思います。ただできれば連続登板は避けたいと思うので、大事な先発はフィリップス、そして一巡もしないでランドンナックも起用、いけるとこまで投げさせるパターンも考えられるでしょう。とはいえピンチになったら最強リリーフが準備すると思うので、そこまでナック登板でも、まあ、心配は必要ないかなと。でありえないと思いますが、この主要8人のリリーフ陣が変に力が入ってコントロールを乱すということが、ない限り、失点も多くても3点ぐらいにとどめられるのかなと思います。続いてヤンキースの先発ルイス・ヒル、まずプロフィールから見ていきましょう。ドミニカ出身の選手ですね。2015年にミネソタツインズと契約、2018年トレードでヤンキースに移籍、そして2021年後半でメジャー昇格デビューを飾り6試合先発、2022年も5月にメジャー昇格して先発を務めますが、その日に怪我をしてトミー・ジョン手術を
受けました。2年弱のリハビリを経て、2024年にゲリット・コールの、怪我もあり、先発ローテ入りで、復活と。投手として能力が覚醒し、ヤンキースの先発ローテを通年通して守り抜いた1年を過ごし、15勝 151.2 イニング投げて、防御率が 3.50、 ウィップが 1.19、 奪三振が171と素晴らしい成績を残し、今シーズンア・リーグ新人王候補ともなっています。球種はフォーシーム、スライダー、チェンジアップの3球種。フォーシームを軸にスライダー、チェンジアップをバランスよく投げ分ける投球スタイル。フォーシームは回転数が2438と、数字からもレベルが高いのが分かりますが、もう本当にかなり綺麗で、手元ですっと伸びるため、打者は基本ボールの下を振ってしまうような球となっています。スライダーも切れ味抜群で、手元で大きく曲がるため、なかなか打者からしてみると手が出しづらい球となり、まあその結果2024年のスライダーの左率は1割7分1厘、空振り率は 31.5% と、得意玉としています。チェンジアップは平均球速 91.6 マイルという数字を見てもらえば分かるように、緩急をつくわけではなくパワーチェンジアップとなります。変化量はそこまで大きくないですが、浮き上がるフォーシームの後に微妙に沈む91マイルのチェンジアップはかなり打ちづらく、まあ、左率は1割7分9厘、空振り率は 26.9% と、素晴らしい数字を残しています。さてドジャース打線との相性ですが、まずこちらが米野球サイトベースボールサバントが、球種速度、変化量から抽出した、ヒルとの類似投手になります。有名どころだとレッツのハンターグリーン、レイズのタジブラッドリーとなります。こちらがヒルとハンターグリーンの球種、各球種の変化方向、変化量となりますが、細かい見方の説明は割愛しますが、このチャートを見ていただけるだけでも、まあ、どちらもフォーシームスライダーを武器に、落ちる球はヒルはチェンジアップ、グリーンはスプリットとなるものの、まあ、どちらも速い球速から沈む球となり、2人の持ち球3球種の変化方向量が似ていることがなんとなくわかると思います。ということでヒルと類似投手計10人と、ドジャース打線の2022年から2024年の対戦成績はこんな感じですと見ると、まあ、圧倒的にヒルのような投手を得意としているのは3年間で OPS1015 を残しているマックス・マンスイ、そして大谷もホームラン3本、 OPS841 を残しているため、まあ、これら2人の活躍は期待したいところです。特に明日ねドジャースが勝っちゃうと大谷のワールドシリーズ第1号ホームランが見れないという寂しい結果に終わってしまいますので、まあアダッキューの影響はありそうですが、相性も良さそうですので最後1本は見たいところ。まあ、あとは OPS800 超えは2人であるものの、まあ、テオスカーが OPS780、 フリーマンが783、ウィル・スミスが798の打率については NLCS の MVP トミー・エドマンが打率3割1分8厘残しているので、そこまでドジャース打線は全体的にルイス・ヒルと相性は悪くなく、まあヤンキースも意地を見せてほしいところではありますが、まあ、ドジャース側が安定感あるリリーフ系統ということもあり、まあどんだけヤンキースが頑張っても、明日で優勝は決まっちゃうのかな、そんな感じはしますが、いかがでしょうか。とにかくいずれにせよ大谷翔平のワールドシリーズ第1号が見れることを祈って、楽しいワールドシリーズ観戦ができればなと思います。以上となりますが、ワールドシリーズ終了後も FA 関連含め野球データで遊んでいく動画を作っていきますので、この動画いいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。